本当に？はい、入った。コメンテーター、やりたいよな。二重で、俺の配信を俺が見て俺が話すってやつやりたいわ。理想だね。理想郷だな。それはいいな。俺が主人公、俺が脇役。両方兼ねる。いいね。風呂で倖田來未の歌歌ってませんでした。歌ってません。お風呂はね、やっぱご近所さんに迷惑かけちゃいけない。ちなみにこれ音量は OK ですか？音量おかしかったらちょっと言ってください。よろしくお願いします。どこだっけ？輪っか探しに行くんだよな。大した防御ねえわ。防具全部ゴミなんだけど。いるかこれ。あとはもうギャルゲーを、あとはね、丸ボタンを押したまんまで立つこのギャルゲーと楽しむ、それだけ簡単よ。これもなんかめっちゃ強くなるんだけど、これやり込み要素あるんだ、結果。点2ってやり込み要素ある？ 4！4 だ。覚えてるよ、ティーム。ティーム頼みだから、俺。はい、これいけないんだけど。何これ。え、これいけるんじゃないの？なんで来てんの？嫌がらせかな？世界を救った後、力を返したんだよ。問題ないか。うるせえ、兄貴。こっちは何にも。そっちは？俺は心が痛いよ。うん。え？なんでもない。なんだ、こういうなんかサブ要素が入ってくるのか。兄貴がどうのこうのみたいな。兄貴はいいよ。興味ねえよ。お？ 1。書いてあるね、1。はい。そうか、×ボタンでやっぱ登るんだな、これ。いろんなところを。ここら辺登れんのか？前のプレイヤーがレベル縛り。スフィア全米なんだな、トンズラしてなんだろう。おお、やばそうな出てきてんじゃん、早くも。ちょっと待って、これ強いやつでしょ。え、何、相手も弱くなってるかな。全然当たんねえわ。おお、食らう。70、こっちはでかいよ。え、なにこれ、だるいんだけど。いいね。ウルフラマイター。ガツッとやっちゃうよ。ビクトリーは暗いね。なんかあったっけ、いろんな技。でもこれ丸ボタンずっと押してたら一番早いでしょ。結構これが一番早いわ。もう食らってるじゃん、結構。あのクリットはやべえわ。おお、声もいい感じだね。当たれって当たるだろう。タージマハル。ついてた。ちょっとよく見たらよかった。ちょっと気づかなかったな。白魔法ケアがあんの？
誰もねえじゃん。こいつら回復どうするつもりなの？ポーションいっぱい持ってんな。もうポーションいくつ回復するの？ 200？ ごく世界遺産、そうだね。んこれね、下いけるいけないね。リュウナ、頼む。あ、サボる？あ？やっ後ろじゃん、後ろ後ろ。18、26。リュウナが一番ダメージ。調子いいね。軽いな、ノリが軽いな。あれ、ここから水のところに行くんじゃないっけ。あれ、なんかこれ進めないところがいっぱいあるんだけど、これなんで嫌がらせ。もうジャンプできた。あの、ジャンプで乗った。ジャンプで降りた。あ、こっちか。あれ、これって何？花がある。え、これ降りていいの？これ飛び降りていいの？これ。え、と思ったら飛び降りられないの？何？もう飛べないのか君たちは。そういうこと？少年ずるーい。おお、登るな。自分の身長よりも高いところをはるかにはるかに高いところ登っていくね。おお、すごいすごい。何これ。9な。あー、すごいとこ行くな。大丈夫か、心配だぞ俺。おう、いやらしい、ギリギリを。そうだ、そういうゲームだ。いいじゃん、いいゲームじゃん。両下、これ泳げんの？ああ、なるほどね。そうか、ユーナは泳げないんだ。そうか、あの時はティーダがいたから泳げたけど、こっちはダメなんだね。なるほどね。だからこうやってジャンプ系なんだね、ユーナチャソは。いけない。全然数字覚えないけど、これ何？9と4があったな。9と4があったら覚えてるわ。これが9な。9、はい、覚えました。うわ、飛んだな。あー、ちょちょちょ、バンジョーと数えて聞いたことあるな。はーい、またかよ。兄貴イベントうぜえな。おう、気にすんな。あ、419、はい。1ってどこにあった、あったんだっけか。さっぱり覚えてないけど、あったから。記憶に難があるから、そこはちょっとみんなで補っていく。そこは。チャッキョは厳しいな。いや、ここまで来て何にもないパターン、嘘だろ。そりゃねえよ。とりあえずこの3つか。あともう1個なんかあんのかな。あのじいさんか。元のとこに帰って、あのじいさんに話をすればなんかあんのかな。こっちじゃねえか。こっちか。あ、こっち？
まあ、酔っ払ってきたんだけど、何船酔いみたいなのに、ちょっと待って、見えねえ、この画面がよくわかんない。どっちだ、え、あそこ取れてない、もしかして。んここは取ったでしょ、さっき あそこ見たでしょ。え、これとは別、別じゃん。あ、消えた消えた。はいはいはい。4193で、確かなんかこっちにあるのが真ん中とか言ってない気がするな。3な、ここが3な、はい、なんか左にいますか、コメントティームだわ、そこにいたな、ティームだった。 FF102 やってます、よろしくお願いします。もうね、これあと戻るだけ。4193はあとは何入れ込んでいけばいいか、何かやってもいいんだったらどっかで当たるんだろう、なんだろう、あの右下の位置は。おお、チョコボだ。待って待って、これ捕まえられないの。ああ、逃げ出した。惜しい、捕まえたかったな。おお、ちょっと待って、パインがやばいことになってるな。タルスランジーですから、そうかな。ハードショット覚えた。いるそれ。結構ポーションいっぱい出るな。気づいたら囲まれたんじゃないか。あ、これはいいやつだな、結構いいエフェクトの攻撃をしてくるやつだ。おお、ほんとだ、完全にこいつ狙ってるわ、机には狙ってるな。ちょっと外してるな。あ、レベルもスイスイ上がるね。ここが1か、ここが4と。言うながら俺たちの、ガンプで防御虫ダメージ 22? あ、全然気づいた、早技ビルを見せる、早技、うっ、で村に帰ったのじいさんに話したいんだな。
あ、こっちだっけ？違うな。反対側だな。は？違うの？ちょっと待って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 。え？ここで入力するんじゃねえの？どこで入力するの？待って待って、遺跡に行くの？遺跡はどこ？浜辺の遺跡なら知ってるよ。登ってみな。浜辺に出てすぐに左に行って、え、登ったらあった遺跡なんて。なになになに？え、なにこれ？なにこれ？また向こうまで行くの？そんなだるいことさせるわけ？浜辺の遺跡は2番目と3番目？は？ジジイに入力するんじゃねえの？見てたよ、ジジイだろ入力する相手は。浜辺に出る手前の分岐路、やさこの意識石碑に仕掛けが浜辺に出る手前の分岐路だ、それは。なるほどね、忍者ダッシュが使えると。これはいいわ、忍者ダッシュでいこう。ふぅー、これはいいわ。しくじってももうエンカウントはしねえし、忍者ダッシュいいね、さすがだね。あれでどこ分岐点？チートじゃねえよこれは。これちゃんと用意されてる機能だから。ここじゃないの分岐って。あ、違うな。海岸に出てすぐ左か、ここか。いいだろう。ここに登っていくってこと？遺跡なんてあった？ここで入力するわけじゃないんでしょ？は？こっち？なにこれ？わかんねえよ、助けてくれ。何をすればいいんだ、俺は一体何をさせられてるんだ今。誰が悪いんだ、遺跡なんてねえじゃねえか。アルティマニアになると俺ダメだわ、無理だわ。俺たちのアルティマニア。は？騙されてる。ここ？え、また本当にこれ何？アルティマニアだより？え、これ何？何？何？え？クソゲーじゃねえか。うすうす気づいたけどこれクソゲーじゃねえか。分岐路？なかっただろ分岐路なんて。ここじゃないんだな。どこだよバカ。このゲームバカだわ。あ？
F1 スーツは？こっちは俺の必殺。ここ？あるじゃねえか、こんな。ちょっと待ってくれ。どうして俺はここに気づかなかったんだ。4 3 9 1え？開いちゃった？何やってんの？どうした？ワッカさんの様子見に。この洞窟になんかあんの？まあ、そんなところだ。いや、ここだって決まっちゃいねえ。もしかしたらって思っただけだよ。何もねえかもしれねえし、やっぱりあるかもしれねえし。ん？なんせ古い話だからよくわからねえ。ここに何かがあるかもしれない。それを確かめに来たと。顔？怖いな。ああ。でも確かめたいような、確かめたくないような。ああ、もうはっきりしないな。ねえ、何なのさ。まあそのなんだ。古いスフィアがあるかもって話だ。スフィア？どんなスフィア？スフィアはスフィアだよ。なんだっていいじゃねえか。おい。私たちスフィアハンターだから。ワッカと競争か。あ、いただいちゃおう。スフィアハンターカモメ団。作戦開始。ワッカグズグズしてんだよ。カモメだね。やっぱ弟のやつじゃないか。こちら兄貴。またかよ。ユナは無事か。はい。無視しちゃいなよ。ああ、チャッキしよう。入り口になっちゃった。お、あるじゃん、早く。え、こんな簡単？キンクラだ。スフィアに魔物はつきものか。試練だね。ちっちゃいな、意外と。かわいいわ。間違ってる。パワーブレイク、これだな。なんだこれ、構えてんだよ、こうやって。なんだこの構え、ちょ、出せえぞ。パワーブレイクが決まる。でもパワーじゃねえじゃん、ちょっと待って。氷属性のダメージ、こいつ氷の方が効きそうだな。なんだこの栄翔みたいなやつ、あんま効いてねえな。効いてるか。あ、これ昨日捕獲したんだけど、これ今。そうだね。これフレームなんたらまたやられたら、これやばいな。無
しいアイテム、ポーション、ポーションは、はい、まだいい、パイン集中、あ、でも全然食らったな、アイスなんとか剣技アイスブランド、いいぜ、カモメ団いただきます軽いな、おお、どうやって使うのそのドレスフィアは。ただいくつかあるね、変なの、車同士もあるし、これどうすんのこれ。あとはね、リザルトプレートにこれはめ込む、あ、はめ込むってこと、これいいおすすめで、白魔としてはいらねえだろ、うちは攻撃だ、攻撃タイプだから。お祭り師とかいるか、なんだお祭り師って、お祭り師ってなんだっけ、ゴミ、お祭り師って何、ゴミ、絶対ゴミだよね、いや白魔同士絶対いるか、シーフとかいらないよな、ガンナーとかゴミっぽいよな、なんだろう、お祭り師のなんか魅力がわからないか、親切なシステム、これすぐのものにセーブあんな、まだ 1% 増えたわ、コスプレ見る必要があるわ、確かにガツッとやっちゃうよ、ちょっとたくさんいるな、あっいや、おお、あ、悪くない、悪くない、悪くない、あら、いいですね、気合い入れようか、あら、いいですね、え、待って、リュックが車同士にしたいな、じゃあ遠いな、リュック、これね、これ踊り子か、あたしにマイク持たせたら絶対離さないよ、かわいい、魔法パワー全開でいいね、これはありでしょ、これありだな、あ、そうだね、こう暗いね、確かに、これじゃないか、黒魔法何あるの、サンダー、あ、全体までできるようになったんだ、お祭りって何、暗闇のお面、あ、もっと強いやん、アタックじゃないの、クロマゴしか使えないの、こんなのもあるんだ、落雷注意、よし、そうや、そうだね、やっぱり踊り子ダンスじゃない、お疲れさん、おお、いいじゃない、なかなかいいよ、タロー、
暗くてやっぱよく見えねえな。早く外行った方がいいな。あれ最初からこの辺分岐してたの。どうだった？あったあった、見てみよっか。お、輪っかと一緒に見るんだ。終わり？これ？いや、違うな。結局何のスフィアを探してたわけ？そりゃ、おいずか。俺たちの両親だ。お。チャップはそう言ってた。チャップって、あ、ワッカの弟だ。討伐隊に入ってたけど、今は異界の住人だ。死んじゃったからな。チャップが生まれてすぐ両親が真にやられた。俺も小さかったから二人とも親の顔は覚えてない。でもよ、ガキの頃兄弟喧嘩してたらチャップが言ったんだ。うん。父さんたちが映ったスフィアを見つけたけど、どこにあるか教えてやらないってな。おお。チャップさんに聞かなかったの？弟に頭下げて聞くのが嫌でな。意地張ってそれっきり忘れてた。悲しいな。でも昨日お前らと話してたら思い出したんだ。あいつはよくここらで遊んでいた。この洞窟で見つけたのかもしれない。そんで来てみたんだけど、急にモヤモヤしちまってよ。なんで？俺、親の顔を勝手に想像してたんだ。強そうで優しそうな顔よ。辛い時とかよくその顔を思い浮かべたもんだ。でも本当の親は全然違う顔かもしれねえ。そう考えると見るのが怖くてな。どうすりゃいいかわからなくて。純粋だな、わっか。親が来るまでずっと悩んでた。はあ、わっからしいね。そのスフィアって島のどこかにあるのかな。反応するところがあれだな。私たちが探そうか。青少年が多いな、青少年。行って行って、そういうの気にするのはもうやめだ。昔のことにこだわってうだうだしてちゃいけねえよな。そうだな、前に進もう。俺だって親父になるんだし、もっとしっかりしねえとな。頑張ってね、お父さん。おう。けどよ、しっかりするっつうのはどうやったらいいんだろうな。しっかりした父親ってやつのお手本が欲しいよな。はあ。あのな、そろそろ戻れそうか。兄貴がうるさくてかなわん。はい、行くよ。うん、すぐに戻るよ。待ってるよ。兄貴うっとうしいな。でもこれティーネが戻ってきたら、なんだろうな、兄貴はどんな感じになるんだろうな。そういうシーンってあったかな。守りのエンジン、なんだこれは。何え、こっちの方が全然強いじゃん。よくわかんないからおすすめでいいや。待て、露出が多いのあったら歌姫でしょ。絶対歌姫やれよ。真ん中は一番中心となるやつでしょ。じゃあ歌姫だ。で、白魔導士と黒魔導士か。弱いのはね、シーフは弱いでしょ。シーフ弱いよな、シーフ弱い。で、白魔導士入れて、黒魔導士をガンダムだと嫌いだからガンダムも入る。これでいいね。いいね。よしよし。でね、これここ通ると何強くなるの？さっぱりわかんないわ。あとクリーチャー。フレームドラゴン。あー、全ステータス防御、炎吸収。強ない？あ、これ強いわ。リザルトプレート、装備リザルトプレート、守りのエンジン、うん、よくわかんないけど、こっちだろ。ユーナはね、
ユーナの戦士か、ちょっと見たいな。リュックはやっぱちょっと踊り子だな、ちょっと踊ってほしいね。毒防御。パインはやっぱね、戦士ってイメージだよな。攻撃力めっちゃ落ちるな、なんとか魔導士にしたら。お祭り師は強いじゃん。お祭り師強いね。お祭り師ステータス高ね。あれ、お祭り師のステータス高いぞ。一番高いじゃん、これ。明らかに。FF ってゲーム制御の時間、そうだね、これ。わけわかんないわ。ほんと、やり込み要素多そうだけど。うちの親父か。僕、いろいろ。侵略。まあ、でもどっかこれ、ポッと仕掛けんのか。クリーチャークリエイト。クリーチャー捕獲。オニオンナイト、なんかそれ強いやつだろ。どこに何仕掛けたか覚えてないの。ルカラウンドアップ。ハイズ。クリクリメニュー。パックポッド M は9パーパー。魔物殺しやろな。バトルシミュレーター起動、チーム編成、魔物殺しのコンフィグ、何言ってか分かんない、とりあえずトーナメント戦だ。8枠のノーマルのここで負けちゃう話にならない。おお、なんか、ただだろう。ひまりな、どこにもいるか分かんねえよ。待って、我々が、これ魔物が戦うんじゃないの？我々、これ、モブ同士がいいやろ。他のやつの試合なんて、どうもねえ。なんか強そうじゃん。色やばいぞ。ガードされてんじゃん、しっかり。露出の面で弱いな、みんな。何やお前。とりあえずあと丸ボタン押してるのか。あ、むっちゃ食らった。ちょっと待って、お祭りじゃない、踊り子一体何やつ。これ勝てないでしょ、これ。暗闇ダンスやってるやつが悪い、もしかして。暗闇やつって何、こいつゴミだよ。あ、しかも暗って何、お祭り。なるほど、これゲームオーバーなんないよね。あ、なんだ、ここのポットもらえるんだ。ゲット、ありがとう。二度とやらねえ。いてしつこい。次はどこに行くんだ。ザナルカンドか。あれ、でもザナルカンドレベル高いんじゃないっけ。ハードモードだよ。多分まだ。あの時ここにいた7人の大切な思い出、他の誰にも話してないんだ。そりゃそうだろう。友達ね。そっと胸にしまっておきたい。ここはそんな場所。そんなに燃えてるのか。なんだけど。ほう。
あ、観光地になってんだ。ああ。観光地か、ここは。おお。ガツキ。ヒーリーから行くといいらしい。おお。それ何、なんか上がんの？ミッション始まっちゃった。ああ、懐かしいじいさん、これ。違うわ。照明をつけた方がいいのかな、そうだ。ああ、イサールだ。イサールじゃないっけ。随分雰囲気が変わったから、わからなかったよ。僕のことは。覚えてるよ、ちゃんと。お久しぶりです、イサールさん。合ってる。覚えていてくれて、光栄だな。ここで何を？ああ、シドさんの仕事を手伝っているんだ。聞いてないよ。かつての聖地、ここザナルカンドへお客さんを案内しているんだよ。お前か、たくさんの人が見に来る。スフィアハンターもね。あの親父、何考えてんだか。納得いかないという顔だね。でも、ああ、そうだったね。ここはスピラの歴史上大きな意味を持つ場所なんだ。まあ、昔のことは水に流そう。でもそこには他の誰にも立ってほしくないんです。ああ、ユーナ君。いいんです、何でもありません。なら、前回の主人公出てくるよ、いい、最後に。あ、俺仕事の時間だ。ではユーナ君、失礼。じゃあね。あ、みんないなくなった。と思ったらいた。観光地になってやがる。こんにちは。意外と背が高いんですね。ああ、そういうこと言うよね、確かに。感激です、俺。握手してほしいタイプ。本当に本物ですか。この席に見られてもお客さん退屈だろうね。やっぱライトアップが必要だよ。あとグッズも売ろう、グッズも。ユーナグッズとか売ろう。俺たちスヤハンター、カスメダン。おお。いるね、ライバルが。叩き売ればいくらでも合流できるみたいな。いいね。稲妻組の職員10名ですか。おー、いるね。温泉ってどこにあるの、そういえば。温泉はまだ先なんだ。どこにあるか全然わかんないわ。太郎、花、準備いい？お？ヒントは…カスカベ探偵団みたいな。もう、るでしょ？おお。それじゃ、出発！おお。魔物が出るんだ。ショップ。フェニックスの方は10か。まあ10ありゃいいだろう。金のあれな、やっぱり石化は怖いからな、たくさん買っとこう。聖水？ここはいるだろう。もういないか。待っていいよ。20アップってこれすごい数字じゃない？ 20 ってでかいぞ、多分。 20？ は？本当に？どっちかな。どうせイサルの音だっけ。あっちだよ、多分。おさるさん、なにこれ。金取られてるの、もしかして。待って、金取られてる。取られてなかった。ちょっと今びっくりした。今あいつに金取られてるのかと思った。ちょっと待って、ダンスはちょっとゴミすぎるだろう。待って、ヘッドルベル話してるんだけど、ナイトで、みんなナイトで殴るのが早いよ。かっこいいよ。切った張ったの勝負だね。
すんごい攻撃お見舞いだ。あ、引く。強いんだけど。でもね、丸ボタン押しっぱなしで勝てない相手が出てくる。強いぞ。それでも時間がかかるだけで強くはないんだ。勇気知ってもあるのかな、これって丈夫でも。それでもないのかな。あ、これもありだな。ああ、なるほど。戦士、ああ、また戻るんだ。そうだね。ちょっと腕に自信のあるやつだけだね、来ていいのは。上登れそうだけど、登れなかったらそういうこと。ユリバ誕生。誕生。でもね、お祭りし上えな。マトリスの存在の理由がわかんねえわ。スタッツは良かった気がするんだけどな。こんなのもあるんだ。微妙だな。そろそろあのコスプレのシーンもちょっと鬱陶しくなってきた。いらねえわ。オフ。ウェイトにしてくんねえかな。ちょっと考えたいわ、そろそろ。ドレスフィア。じゃねえわ。リザルトプレート。場所変えたいんだけど、入れ替え。お祭りとかいるか？お祭りゴミだろう。お祭りの代わりに、シーフの方がまだマシ。お祭り？お祭りいらねえ。で、パインはやっぱりちょっと戦士にして、やっぱ兄貴？なんでお前が出てくるの？勝手なことしてんじゃねえよ。お前使ってやんねえぞ。兄貴のドレス選んでよ。なんでもいいよ。シーフでいいよ。ドレスフィア。あ、どうやって変えんのこれ。ドレスフィア装備か。やっぱり脳筋プレイや脳筋ジョブが合うんじゃない。そうだよね。こういうふうに虹なんてあったっけ。あれ防具じゃないよ。脳みそ筋肉でいきたいんだよね。やっぱガンナーをやっぱ入れるか。もともとガンナーを入れて、で、ま、魔法とかってやるじゃん。だってあるいは黒魔法なんていらねえ、いらねえ。黒魔法はいらん。あ、でも黒魔法強いんだよね。でもな、最終的に絶対な。ガンナーをやっぱユーナにして、なんか習熟度みたいな多分やつがあるんだろう、多分これ。だから、もうやっぱみんなデフォルトのところでちょっととりあえず回そう。絶対習熟度みたいになるみたいなのがどうも。なんか新しいの覚えておいてから。ユーナはもうガンナー。はい。固定。リュックはシーフ。はい、固定。お前は暗闇防御する。暗闇防御と、アイアンバンズいいよ。キャルもあるじゃん。お前はいいよ。マッスルベルト。いいね。暗黒騎士の、ああ、そう、暗黒騎士っていたな。覚えてる覚えてる。暗黒騎士って覚えてる覚えてる。俺にぴったりのやつだった、確か。え、黒魔法が使えるようになるのこれ装備したら。は？そういうこと？え、これ使ったら何？え、黒魔法も使えるようになるの？あ、ユーナ様！兄貴の歌姫そうだ、いいよ。僕のこと覚えてる？もちろん。うん、パッセ君。
覚えててくれたんだ。これパッセ君か。この子はハナ、こっちはタロだよ。ユーナ様、こんちは。文句とかいる。これみんなで何してるの？魔物も出るのに。魔物が何さ。お、ユーナ。そうそう、だって僕らはスフィアハンター。しめじだ。子供だ。子供だか。子供だ。お宝探しに来たってわけ？じゃあルってのはお宝のヒントなんだ。うん、そうだよ。あら、言っちゃった。ちー、15ギルも出したんだから早く行かなきゃ。ワンちゃんみたいだね。うん、スフィアハンター子供団出発。じゃあね、ユーナ様。あっちに変なやつ、後ろにやばいやつ。15ギルでヒントね。あいつマークしてるやつ、やばいな。あの、え、このゲームは毒治んねえの？そういうこと。やばい。気合い入れてかかってきな。露出少なめなんだけど、そんなことでいいのか。待って待って、しかも待って、これ、ウェイトモードにしたよね。ATB ウェイトモードにしてもなんか動いたんだけど、どういうこと？俺が理解できないのかな。毒消しを使わなきゃいけないんだ。あ、いるじゃん。倒そう。あー、もしもし、聞こえるか？あのな、確認したいんだけど、ヒントってサーだよな。いやん、さっきガキどもがルーとか言っててな。シーフか。うんうん、やっぱりサーだよな。了解了解。ヒントはルとサ。うわ、カモメダン。あ、有名なんだ。ルサ、デュブラン様に代わって泣かせてやる。お、これ刺さるんじゃない？クラミナッシュ。よっしゃ。え、誘ってない。え、みんな食らってんじゃん。バカなの、バカなの。何にも刺さってないじゃん。全部当たってんじゃん。あー、間違えた。白魔法が来た。お、支えてやるけど油断はするなよ。違うな。祈る？何これ、祈る OP じゃん。はい、祈る回復しすぎんの、これ。は？これ OP だわ。
夜があったらこれノースプレーがしやすくなるわ。さらに祈るとノースプレーのこの親和性の高さはやばい。待てよ、いかにしてこう脳死ができるかっていうのを求めていくスタイル。悪くない悪くない悪くない。F4 で。どうシーフだ。カモメ団行きます。あ、シーフは来てるわ、はい、行きます。確かにシーフは来てる、シーフは来てるね、悪くないね、はい、あ、いいね、俺のノースプレーに。え、俺まさかやられる、まさか足りない祈りじゃ、祈りじゃ足りないのかな。待って、変えよう。ファインのちょっとジョブをやっぱりこっちだ。おお、完全にそのセーラームーンじゃないかこれ。これ強いわ。これが強そうだな、これが一番いい脳死ができそうだ。そういうの、なるほど、楽勝かな。だね。ジョブをこれでやっていかないとなんか覚えないんじゃないですか。よっしゃ。元気。Well played。やっぱレベルもどんどん上がるな。嫌な奴だ。運がない奴ら。うわ、めっちゃいっぱいいるぞ。なんかあのお姉さんから言った方がいい。よっ。全然ダメージ入んない。八か。ギルを求めてきて元気、何これ元気って何、自分のヒットポイントを回復か。おお、めっちゃ楽するんだ。そのまんまだ、めっちゃ回復したぞ。これは便利だわ。これ無視していいのかな。いやー、さすがに無視はできないよね。あー、子供たちはこうか。軽いな。どうかな。とにかくやってみよう。うっ、うっ、全然効かないな相手の方。
当に世界を救ったのかもっとバシバシ言ってくれ。これはいいわ。いいぜ。多分これで多分最後までいけるところだね。これだけで。ほぼこれでいけると思う。祈る。見事だ。だな俺はどっちかっていうと。なんでこいつ。なりってるぞ。あれこの人見たことあるぞ。エボンの100年じゃない、1000年の歴史か。連行中な。おまだいるかも。歯応えがないね。おやるね。あね、これ、ジジイとかもこれそうなんだ。やっぱ、ハンターなんだ。グランマダス。借りてろ。おまだいるわ。あー、なんか嫌なこと思い出してた。嫌だよ、嫌だ、嫌だよ。ないよ、今はな。ドッキリ宝箱。ねえねえ、ヒントは猿だよね。うん。あれ、怪しくない？恋をしているようだ。なんだこの言葉は。なんか今ちょっとなんだ。だから何？ダイは恋をしている。梅彦はやさぐれた。ホモ、ホモだ。ティーム、ホモだ。子供団がいただきだ。ポーションが4つか。無縁のことだな。そうだな、びっくりした今。何かと思った。待て待て待て、このホモどうしたらいいの。ダイとダイと梅彦は一体どうすんの。梅彦はやさぐれたね。これ下降りるのか。とりあえずそうそう、覚えやすいね。こいつどこ行ってもこいつラリってんな。ああ、レスカちゃんのいたとこじゃねえの。こいつは上姫。うわ、やっぱいっぱいいるぞ。ヒンタは文句がありそう。上姫は意地悪そう。待って待って待って。こいつらがいるせいで進めないのか。そうか、何かをしなきゃいけないんだ。このお猿の謎を解く。なにこれ、謎解き芸に変わったの。もしかしてこのゲームって。うるせえ。おお、びっくりした。おお、言うなじゃねえか。同じか。このシド様からヒントを買いたいってのか。うん。よな、トタギ。あ？どういうつもりでこんな変な商売やってるわけ？なんで？文句でもあるってのか？なんか切なそうな顔してんな。あるわ。何が不満だってんだよ。何がって、聖地だと。とにかく嫌なんです。あ？アルベドのホームの後、見せ物にするようなもんだよ。もうな、まずかったか。まずかったか。そっか。あ、これもまだこういう選択肢も後々これ響いてくるの。あの、なんとかパーセントに。恋している猿は安全。あ、みんな恋してねえぞこいつら。ここで、あ、これでやっとここは言えるんだ。おお。おう、こんなにいっぱいいるけど、これもしかして何？これ一個一個答え合わせみたいなの出んの？とにかく開けよう。
まずは開ける、まあ、ミスットの基本修正だな。まずは開ける。まあ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 、まあ、そうか。ああ、お金取れたっぽい。多分知らない響き。2年前私たちはこの場所でずっと信じていたものを捨てた。究極召喚や。まやかしの希望を、うん、ちょこちょ こうシリアスなとこ入れてくるのか。恋の予感。はあ、はあ、よくぞここまでやってきた、スフィアハンター諸君。誰だ。だがただでお宝を渡すわけにはいかないぞ。やるのか。お宝が欲しければ合言葉を言うのだ。合言葉。あ、イサールだ。のこと。イサールだ。はいはい、合言葉はサール。惜しい。最初の一文字が足りないぞ。イサールだ。じゃあイサール。お、イサール、イサール。ん、大きな声で。お猿、イサールだよこれは。イサール。正解。子供の星やん。何してるんですか。これが今の仕事だよ。悲しい。を俺今ちょっと悲しい気持ちになった今。相手さ、かつてはこの地を目指して旅した身だからね。ここで働けるなら本望だよ。そうなんですか。なんてこと言うんだ。これが僕の今の仕事だよ。そうそう、忘れていた。胸が痛くなった。はい、正解の記念品。スフィア、最近の心、うん、来てくれてありがとう。ザナルカンド遺跡はいつでも君たちを待ってるよ。仕事があるだけいいよな。それもそう、せやな。元召喚師もいろいろだな。なるほど。そうだね。じゃあ帰ろっか。検索装置に反応があったんだ。どこかにスフィアがあるはずだろ。取ろう。あ、そっか。せやで。スフィアハント再開。はーい。さくらはどこに。ヒーリーが今いる方、行くわ。はっ。はっ。終わりだ。アーロンがいねえな。もっと早く行くんだったらユーナもなんか戦士とかの方がガンマンにすっかユーナ祈ってねえでお前も殴っとけよ。まあ、ガンマンだやっぱり。行け。お、そうだね。こうメジャーリーグでプレーしてた石井投手は吉本興業に入って、
なんつったっけ、やったね、野球ばっかりやっていた人たちの再就職とかそういうのを支援したいとかのような気がする。ちょうどやっぱり、ね、そういう夢が知ってしまった人たちのなんていうかこうサポートみたいなのが必要だ。クリックショット強いの？なんか連打しなきゃいけないんでしょ？なんか連打どこのボタン連打するんだっけ？クリックショット？クリックトリガー？ゼロばっかだよ！バカなの？いや、ドレスカップ演出なくしてるんだけど、多分ね、1回目だから多分絶対出ちゃうんだと思う。フックアップみたいな、そうなんだよ。メジャーリーガー年金でか、そうなんだ。違う違う、日本のプロ野球のこと言ってる、あの、石井ちゃんは。おいおいおい、パインばっかじゃねえかよ。みんなパイン好きか。おお、パイン、パインじゃん、全員。挑発持ちか、パイン。おい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 。だから一応設定はね、スキップの方にしてるんだけど、多分ね、1回目だから強制的に見ることになってるんだ。おぉ。おぉおぉおぉ。強いじゃない。強いよ。ここでいい。え、おかしない？デヒーモスがこんなに出てきてないでしょ。バランス考えてないけど、こんな早くデヒーモス出てダメだ。ね、あ、もうそろそろ終わるよ。じゃあスタートが早かったな。なんといっても何これ、何サンダラ。メテ撃ってくるの最後。メテ撃たれるとちょっと困るんだけど。あ、これチェーンってない、これ繋がった方がダメージ出るぞ。やば。撃ってこない。チェーンってそういうことかな、もしかしたら。コンボ的なやつがあるのかな。あるじゃん。あ、こんなところに。ポスティングしてるとビデオ見れない。なことないっしょ。やっぱりいたか。合言葉聞かれたりして。多分見れるよ。た、お、せ、ポスティングしてても見れる見れる。これはまた。それとも見れねえの？本当に。見れるでしょ。はい、西のガーディアンなの。あかんやん、これ勝てるわけねえじゃん。普通に見えるよね。そうだよね。よいしょ、何か。え、何も持ってないの。嘘でしょ。なんなら今でも上のボタンが見れるじゃん、せやと。お、ちょっと待ってくれ、俺の FF を。こんばんは、この前、いや、見えます、こんばんは。めっちゃ笑ってる。何が起きてるんだ。こういうボス戦とかあれだな、お祈りタイムだな。あ、何これ。
え、ゾンビこれ。だから耐えられない。これ何これ、状態異常食らってる？なんか食らってんな。これ何これ。この状態じゃあれだわ、ジョブチェンジができねえわ。変色させねえんだ。あれリュック強いな。あれリュックが一番強いの、もしかして。あ、今一番ダメージ出てるリュックか。24、24でしか。今リュックが一番ダメージ出てるな。意外だわ。あ、もう一回やった。あ、2回目だった。パインばっか食らうの、これなんで。パインのこと好きな。あ、間違えた。死んじゃう。あ、死んだ。ユーリッパちょっと頼むで、勝たしてくれ。おお、リュック出るね。ナイフのレンジがガガンでチェーン貯めてパインに刺激が変わる。そういうことか。そうか、このチェーンってのはやっぱ意味があるんだね、多分ね。そういうことか。おお、ほう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 。こう言いながらずっと丸ボタンを押してる。でも、もう死なない、そろそろ。もう良くない？やっぱり良かったんだ、これで。この戦い方が一番いい。とにかく丸ボタンを押してるのが強いな。チェーンは語られてないね。そうだね。戦闘のチュートリアは多分別にあるんだから。一応持って帰っとく。これ多分くっつけるんだよ、なんとかしてな。すっきりしないな。これパンチラ、いや、それともそういうの。おいおい、これはどういうことだ。え、待って、お猿さんの恋の話はいいの。え、猿の恋は、もう一回戻るのかな。ジョフロフがカモメ団マミシーユテ。彼らは水着なんだよ。いいよ、同じだろ。エマヌゾミ。何がすごいの。すんごいスフィアがあるって情報だ。もう大勢人が集まってるってよ。お、場所はキーリカの森だ。あら、ちょうど行こうとしたところだ。すんごいスフィア争奪戦だ。行くよね。リーダーは俺だ。俺に聞け。どうする気だ。有料コンテンツだろ。行くに決まってる。祭りだ祭りだ。今日これで寝るわ。コンプリート 10%。 今日あんま進まなかったな。 3%。 待って待って待って、行ったことない。ちょ待って、ちょ待って、ちょ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 、どこだと思う。キーリカの港なんだよ。あ、ずいぶん栄えてるね。よかったね。町をここまで立派にしたのは青年同盟の人たちなんだ。みんな同盟に感謝していたけど、最近は困ったことになっているみたい。お、青年同盟と新エボン島の間でごたごたが増えてるんだって。お、
か。ああ、よし、よった。カン。本日もありがとうございます。今日長いことやったからね。あのね、ミルローグを見たかった人はぜひね、まだ YouTube じゃないわ。あの、アーカイブ見れるんで、ね、ぜひアーカイブの方から見てください。どうも。ありがとうございました。私は今日はお休みします。お休みじゃないわ。寝るわ。では、いい一週間も。おやすみなさい。